来月下旬からですね、都知事選がスタートいたします。大体ですね、立候補者も揃ってきたような感じですけれども、今の小池百合子都知事がベストとは言いません、太陽光パネルを設置義務付けとか言ってですね、木を切ってなんか変なことをたくさんしております。今の小池都知事がいいとは言いませんけれども、小池都知事が一番小池都知事いいとは言いませんけれども、ただ一つ言えることは蓮舫だけはダメということであります。あの人台湾と日本の二重国籍持ってますよね。その疑惑を解消しておりませんよね。はばかりながら私靴沢は五代前の先祖の戸籍まで公開しております。私のご先祖様は靴沢久太郎という方でありました。五代前まで純粋な日本人でありました。蓮舫さんですね、日本、台湾の他に中国と韓国の国籍も持ってんじゃねえか、なんていう疑惑も持たれております。それとですね、蓮舫さんが都知事になってしまうと中国共産党が大喜びしてしまいます。今の時点でですね、香港系の新聞が中国系議員が立候補した、大喜びで報道しておりました。中国共産党が喜ぶこと、それは日本国にとって不利益なことであります。ですので蓮舫さんだけは都知事にしてはいけないと私は考えております。私は、元豊島区議会議員の靴沢良一と申します。現在は日本改革党という党の代表をやっております。豊島区議会で私が主張したのは、外国人に生活保護をあげるのはおかしいんじゃないか、こういうようなことを議会で、申してまいりました。憲法全文にはですね、その福利は国民がこれを享受するとありまして、政治の利益は利益は国民すなわち日本人がこれを受け取るべきであります。別にですね、外国人に利益をやるな、書いてあるわけではありませんけれども、わざわざ国民がこれを受け取ると、書いてあるところから、やはり日本人に限定すべきだと思います。それとですね、外交の大原則は相互主義、敵対的な国には敵対的に、友好的な国には友好的に接するのが大原則であります。敵対的な国に友好的に接すればどこまでも調子に乗られて我が国利益を損ないます。友好的な国に敵対的に接すれば、なんて凶暴な国家なんだ、国際社会から浮いてしまいます。日本人が外国で困っても、その外国政府は日本人に生活保護なんかしてくれませんよ。せいぜいですね、教会なんかがフードスタンプを配ってるぐらいであります。日本人が困っても外国政府は助けてくれないのに、どうして日本政府だけが外国人の生活を保護してやらなくてはいけないんでしょうか。非常に一方的で不公平だと思いますよ。どうしてですね、日本にいる外国人は生活に困ったら豊島区役所や荒川区役所を目指すんでしょうか。どうして自分の国の大使館に相談しないんでしょうか。おかしいと思いませんか、これ。区役所、市役所、もしですね
生活保護くれなんていう外国人が現れたら、その人の国の大使館に連れてってあげるべきなんですよ。あなたの国の国民が、区役所市役所に困った外国人が生活保護くれ、言って、やってきたらですね、その人の国の大使館領事館に連れていくべきなんですよ。あなたの国の国民が困っていますよ。日本にあるですね、他国の大使館領事館の一番最重要最優先の目的役目が自国民の保護じゃないですか。そしてですね、困った外国人を連れて行った外国の大使館領事館もよくぞ連れてきてくれました。喜ぶと思いますよ。今永住外国人は日本に89万人おりますけれども、豊島区にはアメリカ人の生活保護者もおりました。一応ですね、 GDP 世界一豊かな経済が大きい国アメリカ、その国民が日本の豊島区で生活保護を受けてんですよ。アメリカ政府は恥ずかしくないんでしょうかね。アメリカ政府に限らずですね、日本で生活保護を受けている他の外国政府は恥ずかしくないんでしょうか。自分の国では困ったが日本人がいても生活保護なんかしないのに、自分の国の国民が日本国政府に生活保護をもらっている事実、恥ずかしくないんでしょうか。全く日本以外の外国政府は恥知らずばかりであります。アメリカ政府だってアメリカ人が日本で生活保護を受けている事実を知ったらですね、引き取ればいいじゃないですか。いや、日本さん申し訳ありません。それをやらずに何十年も放置している外国政府は恥知らずばかりであります。豊島区議会でですね、質問したところ、外国人の健康保険滞納が異常に高かったであります。日本人を含めた全国平均は 5% 以下なのに、豊島区の永住外国人に限って言えば 18%、 約2割が健康保険税を滞納しておりました。永住者以外の滞在外国人に限りますと、豊島区内ではなんと 53% が滞納しておりました。健康保険税払っている人の方が少ない。でですね、永住外国人、滞在外国人、それの平均は 45% 滞納、55% 払っているという低たらくでありました。こんなのがですね、日本中に300万人もいるんですよ。そいつらの滞納のしわ寄せは日本人が尻拭いをしております。こんなんでは健康保険税が上がる一方であります。国民健康保険は日本人健康保険なのであるから、滞納率が非常に高い日本人の10倍も滞納率が高い外国人はですね、別会計で外国人健康保険というのを作るか、もしくは民間の医療保険、種類も数もいっぱいありますから、そちらに任せるべきだと思います。岸田総理が国会でですね、移民政策は取らないと、そんなことを言っておりましたけれども、その根拠としてですね、育成就労制度というものに触れまして、分野を限定し人数も上限を設けているのだから移民ではないなんてことを言っておりましたけれども、岸田総理の実の弟さん、インドネシア人労働者の受け入れ窓口会社やってんですよね。まるでですね、本当の関係当事者そのものであります。
育成就労制度については分野を限定し人数に上限を設けている、その通りだとは思いますけれども、特定技能で在留資格がもらえる、こういう特定技能というものがございます。これはですね、介護、農業、漁業、林業、トラックドライバーといったですね、なかなか人が働いてくれない不人気業種で働けばですね、家族と一緒に無期限で日本に入れる、こういう制度なんですけれども、外国人って家族の数が多いんですよ。イスラム教徒の方々は家族10人なんていうのもザラであります。男の人1人がタクシー運転手で働けば、奥さんも子供も、それぞれの両親4人もずっと日本に入れる、これが移民政策でなくて何なんでしょうか。それでですね、今10年税金払って前科がなければ永住資格っていうようなことをやってますけれども、特定技能で10年間働いたら永住権をあげるんでしょうか。外国人の生活保護なんていう世界中どこもやってないバカなことを日本はやっておりますけれども、これは永住資格を持つ永住者限定であります。仕事で来ている滞在者やですね、観光旅行客はもちろん生活保護をもらえません。その永住者が今日本には89万人いるんですけれども、特定技能という制度でですね、タクシーの運転手やってたら無期限で日本に入れるというようなことをやって、あ、10年間いたんだ、じゃあ永住権やろう、そんな風にしてですね、永住権をポン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 渡すような未来が待っております。外国人に永住権をポンポンやるとどうなるか、これ生活保護の候補が増えるっていうことですよ。ただでさえですね、外国人に生活保護を与えるのはおかしいじゃないか、こういう風潮なのに永住資格をそんな大安売りしていたら生活保護をもらうような困った人も必ず増えます。これが移民政策でなくて何なんでしょうか。特定技能という制度で不人気業種、なかなか人が働いてくれない、介護、農業、漁業、林業、運送業、それらはですね、人手不足というよりかは賃金不足なんですよ。トラックドライバーを年収1000万で募集したらすぐ応募で埋まると思います。ではなぜ賃金不足なのか、どうしてお給料を上げてあげられないのか、それは需要がないからであります。高く売れないからであります。今は毎年毎年80万人程度人口が減っていく人口減少の真っただ中であります。ラーメン屋さん、寿司屋さん、限らずタクシー、全ての業種で人口に見合った店の数、企業の数というものはあると思います。毎年80万人の人口が減っていくんですから、80万人分の需要も減少します。それらを賄ってきた店や企業もそれに合わせて調整し減っていかなければ、いずれどこかで無理がきます。それをですね、自然な企業数の減少をなんとかしよう、こういう無理なことをやってるのが自民党であります。特別技能、特定技能なんていう制度でですね、手っ取り早く外国人を入れて不人気業種で働いてもらおうなんていうことがそもそも不自然なのであります。緩やかな人口減少に合わせて緩やかな企業数の減少、これが自然なことなのであります。自民党はですね、外国人労働者をボンボン入れて日本人の賃金が上がることを抑制しております。労働者の数が多ければ多いほど賃金は上がりません。需要と供給の関係で供給過剰であれば単価は下がってまいります。
それがですね、自民党はパーティー券買ってくれる、あるいは献金してくれる企業側の立場にばかり立って安い労働者を入れてくれ、そういう要望にばかり叶えてあげて日本人の賃金が上がることを抑制しております。少子化は国難、安倍総理が言っておりましたけれども、少子化をなんとかしたいんだったらば女性は家庭で輝いてもらわないと子供なんか増えっこないじゃないですか。自民党はいい格好したいのか何だか知りませんけれども、女性が輝ける社会をなんてことを一生懸命やって、女性が家庭で輝くことを阻害しております。女性が家庭で輝くためには手っ取り早く男性の賃金が増えなければ。ありがとうございます。会長大丈夫ですか。大丈夫ですか。頑張ってね。応援してるから。応援してるから。この選挙区じゃないけど。男の給料が上がらないと女性が家庭で輝けないんですよ。今日本ではですね、専業主婦を異常に憎む界隈がおりますけれども、専業主婦というかですね、出産と乳幼児を抱えてどうしても無防備になる 2,3 年の間、旦那や旦那さんが奥さん守ってやんなきゃ子供なんか増えっこないんですよ。その 2,3 年は無防備になる 2,3 年は専業主婦になるのもやむを得ないじゃないですか。反対する人間たちも、専業主婦を憎む人間たちも、そうやってお母さんから生まれてきたんですよ。その反対する人間どもも、お母さんが2年ぐらいは無防備状態になって、お父さんや旦那さんに守られながら生まれてきたんですよ。そんなこともわからないで専業主婦を憎悪する界隈が今日本にはおります。非常に頭が悪いな、私呆れてしまいます。私靴沢というんですけれども、なんと河野太郎に名誉毀損で訴えられております。 それはというのはですね、河野太郎の一族が持っている日本端子という会社がですね、中国に3つも子会社を運用してるんですよ、経営してるんですよ。中国で会社がやれてるということはですね、中国共産党の言いなりでないとそんなことはできないんであります。アリババほどの巨大な会社もですね、中国共産党に逆らうとすぐに経営者が行方不明になったり、何年か後にふぬけになって発見されたり、中国共産党の言いなりでないと中国では商売ができません。そんな中国で3つも会社をやれてるんですから、河野一族は中国共産党の言いなりである、そういうようなことを書いたら河野太郎デジタル大臣に名誉毀損で訴えられました。現職の大臣が一般人を民事の名誉毀損で訴えたという事例は史上初だそうであります。ですけれども、テレビ新聞はこのことを一切報道いたしません。月刊ウィルさんでかろうじて少し報道したぐらいで、テレビ新聞は現職大臣が民間人を訴えた史上初の出来事を、報道いたしません。面白いネタだと思うんですけれども、中国共産党に遠慮してんですよね、テレビ新聞は。それで、同じ中国共産党の言いなりの河野太郎の仲間でありますから報道しないのであります。報道すればですね、テレビ新聞によって、ああ河野太郎は中国共産党の犬なんだ、いうことが知れ渡ってしまいますので、決して報道したくないんだと思います。河野太郎は法廷で証言することも拒んでおります。今
事前協議というのをやっているんですけれども、裁判官が1人から3人になりました。裁判所でもですね、現職大臣が民間人を訴えたという史上初の出来事を重く見て、最初は裁判官1人だったんですけれども、裁判官3人のデラックス裁判に変わりました。第1回の裁判に向け今事前協議をやっているんですけれども、なんと河野太郎、法廷に出ないと、陳情書で、必要がない、こんな主張しているんですけれども、こちら側の弁護士も裁判官も困惑しております。それでどうやって精神的被害を証明するのか、そんな名誉毀損の裁判、本人が出て証言しない名誉毀損の裁判なんか今まで見たことがない。名誉毀損の裁判は本人が出て、私はこんなに傷つきました、証言するのが普通だそうであります。今のところ河野太郎は法廷に出て証言するのを拒んでおりますけれども、これも今後どうなるか分かりません。とうとう出てくるようになるかもしれません。河野太郎にとってはその方が裁判で有利であります。私は河野太郎が本人が証言すれば不利になるんですけれども、それでも河野太郎を法廷に引きずり出したいと、こう思っております。被告がですね、原告を法廷に呼びつけるなんてことはやったことがないと東方弁護士も申しておりました。訴えた側の言い出しっぺの河野太郎が法廷から逃げている、この滑稽な裁判をテレビ新聞はいつまで報道しない気なんでしょうか。太陽光パネルの周辺部品を作っている日本端子という会社あるんですけれども、こちらはですね、河野太郎一族11人しか株主がいない完全な河野一族の会社であります。この日本端子という会社は太陽光パネルが売れれば売れるほど儲かる仕組みになっておりまして、河野太郎デジタル大臣にもかかわらず再生エネルギータスクフォースなんていう有識者会議の座長となっておりました。デジタル大臣がなんで再生エネルギーなんだ、それ経産省のエネルギー庁の仕事じゃないのかな、謎の力を感じますけれども、河野太郎がご利用しする太陽光発電、これ山や田んぼ、休めている田んぼなんかを利用しまして、常磐線の、見えるところに畑を潰していっぱい太陽光パネルが並んでおります。今ですね、日本の太陽光パネルが国土に占める面積はなんと世界一になってしまいました。世界で一番太陽光パネルが敷き詰められている国、それが日本となってしまいました。それでもまだですね、我々から再エネ賦課金なんていうものを電気代上乗せ徴収して太陽光パネルを増やそう、としておるのが河野太郎と小池都知事であります。よっぽどおいしい利権があるんでしょうか。河野太郎は日本端子が儲かれば自分も 3.5% 程度株持ってますから、もちろん嬉しいですよね。3割程度の株を河野洋平、河野太郎の親父さんが持っておりますから、いずれ自分のものになりますよね。小池都知事は何の利権があって太陽光パネルをご利用ししてるんでしょうか。太陽光パネルは燃えてる間も発電し続けて水かけられないそうであります。感電の危険があるため消火が非常に困難で、燃えたら燃え尽きるまでほっとくしかないそうであります。そんなもんですね、東京のような家が建て込んでるところに設置義務付けして火事になったらどうするんでしょうか。田舎なら差にあらず、東京のような密集した場所では屋根に太陽光パネルをつけるのは危険であります。燃えたら手がつけられません。
それとですね、現在太陽光パネルの製造国は主に中国、全世界に流通している太陽光パネルの8割が中国製だそうであります。国土面積に占める太陽光パネルの割合が世界一になってしまった日本で、まだ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 中国の会社を儲けさせるために我々から再エネ賦課金なんてものを徴収して、もっともっと太陽光パネルを日本に敷き詰めるよ、こういうことを画策しているのが河野太郎を筆頭とした自民党であります。大体ですね、永住外国人に生活保護をあげちゃうなんてことを70年もやってきたのはどこですか？自民党ですよね。今は変わりましたけれども、数名を何十回も変えられる、借金したら名前を変えて逃げればいいなんてことを、ありがとうございます、なんてことを何十年もやって外国人を甘やかしてきたのは自民党であります。憲法を変える変えると言ってですね、党税、党の目標に掲げているのに69年間も一字一句変えられないのが自民党ですよ。憲法をいずれ、ありがとうございます、変えてくれるというですね、期待で皆さんに投票してもらって、票を盗んでいるのが自民党ですよ。憲法変える改憲やるやる詐欺を69年間続けているのが自民党であります。今ですね、特定技能在留資格なんてもので、日本に外国人をたくさん入れて永住者を増やして日本人の賃金を上げない、こういうことをやっているのが自民党であります。少子化は国難だなんてことを言いながら、女性が輝ける社会とか言って女の人を働かそうとしてますよね。女性が家庭で輝かないと子供なんか増えっこありません。少子化対策のためになんつってですね、少子化対策支援金という名目で保険税上げますけれども、それだったら女性が輝ける社会に、そういうのをやめるだけでいいじゃないですか。男女共同参画予算というのがありまして、女性を働かそう、こういうですね、少子化をますます推進するようなことにかけている予算は約10兆円と推定されております。あらゆるですね、事業の予算にですね、男女共同参画予算というものがちょっとずつ薄く紛れ込ませてありまして、実態は分かりにくくなっておりますけれども、女性を働かそうということのために毎年10兆円も払ってんですよ。それでですね、女性が社会で働いてたら子供なんか増えっこないじゃありませんか。女性は家庭で輝かなくちゃ子供なんか増えっこないんですよ。少子化を推進するようなことをやっといて、少子化が大変だからって言ってお金がいるからといって保険税を増税する、そんなことをやってんのが自民党なんですよ。おかしいと思いませんか。岸田総理はですね、増税メガネって呼ばれることを嫌がっておりまして、なんとかして増税じゃない、いうようなことを言っておりますけれども、今度ですね、少子化対策のためのお金がいる、いう名目で健康保険税が上がります。健康保険、これ、ね、国保税って言いますよね。今は普通の税金のように滞納すれば口座の差し押さえや財産差し押さえがあるのですから、国民健康保険料も税金であります。今は年金も滞納すると差し押さえ、口座の封鎖あるそうであります。すなわち年金税であります。
少子化対策のために金がいる、保険税上げます、これ立派な増税ですよね。健康保険料は税金ではない、そんなこと言ってもですね、国保税という表記が一般的になってきているんですから増税してますよ。あと再エネ賦課金というのがあります。電気料に上乗せ徴収されているものなんですけれども、日本は国土面積に占める太陽光パネルの割合世界一になってんのに、まだまだ太陽光パネルを増やすために1世帯あたり平均で1万6000円、取られます。これ去年までは6000円でした。一気に3倍の値上げ、再エネ賦課金、これは拒否できないものですから税金ですよ。再エネ賦課税っていう名前がぴったりあります。これを3倍にしたんですから増税ですよ。6月にですね、定額減税なんつって4万円ポロッともらえるみたいでありますけれども、これだけの増税をしといて4万円あげましょう、減税しました。こういうのはずうずうしい話だと思います。森林環境税なんていうですね、森林なんかない東京みたいな23区のような人たちからも森林環境税なんていうものを取ってですね、どこにあるのかわからない森林を保護しようっていう税金を新たに作ったのも自民党であります。森林を保護したいんだったら太陽光パネル禁止にすればいいじゃないですか。今山を切り開いて太陽光パネルをせっせせせと増やしてますよね。そのせいで居場所がなくなったクマが人里に出てきて脅威となっているなんていう話もあります。江東区で鹿が目撃されたそうであります。これも太陽光パネルで山が潰れて人里に出てきたんでしょうか。再エネ賦課金、そんなのまで徴収して太陽光パネル増やさなくていいではありませんか。山も破壊し畑も潰してろくなことではありません。あと5年ほどで太陽光パネルの耐用年数が切れるラッシュが来るそうであります。その時きちんと産業廃棄物として太陽光発電業者は始末していってくれるのでしょうか。私は始末しないで逃げると思いますよ。太陽光発電業者はですね、大体外国人か帰化した人間がやってるそうであります。そんなようなですね、日本しか帰る場所がないような日本人と違う人らがですね、用済みになった太陽光パネルをお金を出してちゃんと片付けるでしょうか。あと5年程度で太陽光発電施設の放置、業者の夜逃げ、こういうものが相次ぐと思います。そういうことが起きた時に河野太郎をはじめとする自民党は責任取ってくれるんでしょうか。自腹を切って始末してくれるんでしょうか。取らないと思いますよ。今まで自民党も全てそうでした。自分が言う綺麗事をお前らが実現しろというようなことをやってですね、問題が生じても誰一人責任取らない、こういうことをやってきたのが結局は自民党であります。国交省観光庁国際観光課のご利用しで今町には簡体字ハングル表記が溢れております。英語は分かりますよ。英語はインターネットの HTML ソースも英語ですし、日米同盟というものがありますから米軍兵士が日本国内で活動する事態も考えられるわけですから英語の表記には根拠がありますけれども、国交省がご利用しする国交省というか公明党がご利用しする反対字とハングル表記には実は法的根拠が一切ありません。どうしてスペイン語じゃダメなのか、どうしてフランス語じゃダメで反対字とハングルなのか、
そういうですね、理由を説明した法的根拠が一切ないことをご存知でしょうか。艦隊字とハングル、この言語を使っている軍隊が世界には3つあります。中国人民解放軍、北朝鮮人民軍、あと韓国軍ですね。それら3つが艦隊字とハングルを使っているんですけれども、公明党がご利用しして、時には補助金までつけて艦隊字とハングル表記を日本中にあふれさせているのは、人民軍の利便を図るためであります。人民軍が日本に侵入してきた時の利便を公明党は図っているのであります。公明党がですね、どうしてそんなことをやるのかと言いますと、公明党、ご存知の通り創価学会の政党でありますけれども、創価学会香港支部、学会夏夜なれっていうのがありまして、創価学会の香港支部が現在中国共産党に人質となっております。いつ何時活動停止せよ命令が下されるか分かりません。創価学会は香港支部を中国共産党に人質に取られてですね、中国共産党のご機嫌を損ねるような真似はできません。さらには中国人相手にですね、中国本土で布教を許してもらおうという下心も持っております。前回の参院選で公明党票は618万票でした。ということは創価学会の影響にの下にある人の数が618万人ということであります。それがですね、14億人相手に布教できたら618万人なんか目じゃない信者が獲得できる、そう思った創価学会は、あわよくば中国本土での布教を許してもらいたい、このような下心から中国共産党には一切逆らえません。逆らうどころかご機嫌を取るような真似ばかりしております。日本中に艦隊字ハングル表記をあふれさせているのもそのご機嫌取りの一環であります。あいつらは人民軍の利便を図ってんですよ。利的罪というものがないのが悔しいであります。